すする TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活出張編ということでアイコールズやってるんですけれども、本日久しぶりの茨城ということでお祭り気分でこちら来ちゃいました。トーンつくばエクスプレス研究学園駅から徒歩1分のところで開催しておりますつくばラーメンフェスタさんにお邪魔してます。県内外からねもたくさんのラーメン屋が集う超大型フェスですね。今日はちょっとあいにくのねちょっと曇りって雨模様なんですけど、どんぐらい人がいるのか早速行きましょうか。レッツゴー。さあ、つくばラーメンフェスタ2016さん、フェスではおなじみのチケット制です。さあ、チケットを購入したら最初の一杯に指定コラボの勝龍さん龍介さんの濃厚伊勢海老そばを注文しました。来ました、こちらが勝龍龍介さんコラボの濃厚伊勢海老そばです。シンプルな見た目ながら一種のチャーシューが計4枚というのはなんとも豪華なトッピングで、いかにも濃厚そうなスープから漂うエビの香りにも期待が高まります。ではいただきます。まずはドロッと濃厚そうなスープから一口いただいてみると、ノーフ、とろみのあるスープが舌を包み込み、カッパエビせん以来の信じられないほど濃厚なエビの風味をガシガシ感じさせてくれます。続いて太さのあるメンマの食感味わったら、2種類あるうちの1つ釜焼きチャーシューを一口でいただいてみると、噛むたびに肉の旨味が溢れ出し、これまたご飯が欲しくなる味わい。ではいよいよ最初の麺とご対面。というわけで、すでにむせ返るほど小麦の香り漂う麺をせいすする。口に入れた瞬間、小麦とエビがお出迎えしてくれて、妻と娘のパパお帰りくらいの幸福感が味わえます。当然その幸福感は何度味わっても飽きることはなく、すする手が止まりません。そして桃チャーシューもこの濃厚家族の中、さっぱりなチキン感で違いを作り出し、最後までノンストップで食らって一杯目完食です。大変美味しくせました。さあ2杯目は先日伺ったバリケンラーメンさんとその師匠店逆流さんの指定コラボのカニの極み。おーおー、こちらもカニの香りが鼻こうくすぐるうまそうなスープですね。チャーシューの上のソースも気にしつついただきます。さあスープを一口飲んでみると、香りこそカニを強く感じますが、口に入れると優しいカニの味わいが広がり飲みやすいです。そんなバランスの取れたスープがどう絡むのかすすってみると、ふえい、決してカニが邪魔になることはなく、コシがある歯切れのいい麺のうまさもちゃんと感じられうまし、でそこに玉ねぎのアクセントが加われば最後まで美味しくいただけることは言うまでもありませんよね。それに何かのソースも効いていることを確認しつつ完食です。大変美味しくすれました。というわけで、ついに今日からすするのお気に入りラーメン発表動画を公開しちゃってます。今この人が言ってるのは全部そうです。今日の深夜中には絶対暗記形式の動画上げたと思います。私がよろしくお願いね。さあ本日はこれで最後ということで、ドラゴンラーメンさんと面堂稲葉さんのカレーラーメンをセレブ盛りでいただきます。おい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 、なんとも風変わりなホイップクリームが乗ってますよ。このクリームがどんなアプローチになるのか早速いただきます。まずは例のごとくスープを口に運ぶと、かなり深みがあってこりゃしっかりとした美味しいカレーです。となればメンマやバラチャーシューなどのトッピングが合わないはずはなく、美味しくいただいて何気なく小さめのチャーシューを食らうと、焼き鳥に似た香ばしさやら旨味が感じられてうまい、なんて舌鼓打ちながら麺を引っ張り出してすすってみると、カレースープに身を包んだ中太の程よい弾力のある麺はすすりごたえがありナイスっす。では次はホイップクリームを溶かしていただいちゃいましょう。なるほどなるほど、確かにマイルドかつコクが出てより落ち着いた深みのある味わいになった気がします。そしてちょっと変わったトッピングから定番の味玉までどれも美味しくいただいて、いよいよ本日も完食です。大変美味しくいただきました。普段は味わえない貴重なラーメンたちに大満足できるフェスでした。それではゴースリー。はい、ごちそうさまでした。いやー、つくばラーメンフェスタ2016さんに行ってきたんですけども、いやー美味しかったですね。やっぱどれも個性がありますね、ちゃんと。うん、まずはいつもお世話になっている龍介さんと、そして勝龍さんのコラボで濃厚なエビのラーメンをいただいたんですけども、今までで食べたものの中で一番でもエビの風味を感じましたね。そしてこの間も伺ったハリケンラーメンさんとラーメン逆龍さんのコラボ、ふわっとこうカニの風味が来て、こう食べやすくて美味しいラーメンでしたね。そして最後はドラゴンヌードルさん
と面堂稲葉さんのコラボであるカレーラーメン、いやもうこれはかなり個性的な異端な感じでしたね。もう最終的には結構ミルキーな感じのカレースープになりました。いやとっても美味しかったですね。また来年も来れたらいいですね。それではするの公式キャッチフレーズ、つくばラーメンフェスタ2016さん、バーツクでメンダーターフェスや。はい、それでは今日車を出していただいたもっちゃんさんと一緒に乾杯したいと思います。乾杯乾杯。ラーメンだといいですね。いいですね。